はい、どうもお世話になります。ガシャポン回しに行ってきました。機動戦士ガンダムカプキャラボール1ですね。1回400円になっています。はい、ラインナップがですね、ボール機体ナンバー1、2、3、そしてボール K 型プロトタイプボールとなっています。では早速回していきましょう。はい、ということでボール機体ナンバー01、ノーマルボールが出ました。球状となっていて、丸い装甲の中にマニピュレーターやキャノン砲などの部品が入っているようです。すべてバラすとご覧のようになっています。はい、それでは早速組み立てていきます。ではですね、今回のアイテムの簡単な概要を読み上げていきます。機動戦士ガンダムと機動戦士ガンダム第 08MS 小隊に登場するボールがガシャポンアイテムに登場。本アイテムは球状からパーツを組み立てて完成させるもので、全高約 95mm と大ボリューム、リフォルメされた可愛いけどかっこいいアレンジが施されている、はい、ということです。先ほど触れましたが、価格が400円、ラインナップはボール機体ナンバー1から3、ボール K 型プロトタイプボールとなります。ボールの1から3は機体にプリントされた番号が違うだけ、ボール K 型はオレンジの機体からウインチ、二連装キャノン砲、二股に分かれたアームなどが特徴ですね。そしてプロトタイプボールはカーキーの機体カラーで、その他は通常のボールと同じように見えます。こちらは MSV で設定された、機体のようです。はい、ということで組み立て完了です。窓の部分はクリアパーツ化されていますが、もちろん中に座席などはありません。密閉されることでクリアパーツの奥は見えなくなりますので、まあ中が空洞でも特に違和感はありません。はい、機体側面には01のナンバーがプリントされています。ラインナップの1から3まではこのナンバーが異なるだけということになると思います。アームからマニピュレーターにかけては内側部分に肉抜き穴があります。少し角度をつけてみたときにはどうしても目には入ってしまいます。キャノン砲の下側にも肉抜き穴はありますが、基本的には目には入りません。はい、そして可動箇所については、キャノン砲は回転、また上下にスイングします。そして、人で言うと、まあ、肘に当たる部分が動くようです。はい、サイズ感はご覧の通りです。144分の1スケールのボールよりさらに、まあ、3倍から4倍くらいの体積ではないでしょうか。高さ的にはクロスシルエットと同じぐらいではありますが、まあ、球体部分のサイズ感的にも存在感はボールの方が圧倒的に大きいですね。はい、球キットのボールと並べるとご覧の通りです。球キットの方は、ちっちゃいボールもついてくるので、定価で買えるのであれば球キットの方がコスパは高いように感じます。ちょくちょく中古ショップなどで見かけるので、まあそこまで入手困難ということではないと思います。はい、ということで、できればねボール K 型が欲しかったんですが、 K 型が出るまで回すとか、あとはまあコンプを目指すとかは動画的には面白そうですけども、まあナンバーが違うだけのボールが何個もダブる可能性もかなり高いので、さすがにね
ちょっと怖いかなと思いますので、今回はここまでとさせてください。短い動画でしたが、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。はい、それでは最後にボールの解説です。宇宙作業用のスペースポットをベースに開発された機体。連邦軍の主力モビルスーツであるジムは、生産力のある連邦軍といえども、保有できる数に限界があることから、ハイローミックス思想のもと、ジムの支援用に廉価版モビルスーツとして開発される。ただし、ジムの量産に先行して実戦投入されているとする資料もあり、セイバーフィッシュなどの宇宙戦闘機では、ジオン公国軍のモビルスーツに対処することは容易ではないことから、その場しのぎとして製造されたとする説もある。人型をなしていないため、モビルアーマーと呼ばれることもあるが、連邦軍ではガンタンクと同様にモビルスーツに分類されている。これは連邦軍のモビルスーツ開発が当初から二足歩行タイプと無限軌道やバーニアで移動するタイプの2つの流れに分かれているからである。ただし、モビルポッドに分類されることもある。スペースポッドを拡大設計し、上部ターレットに低反動キャノン砲を装備。背部スラスターや装甲が強化されている。熱核反応炉を持たず、燃料電池で駆動するため、モビルスーツ用の冷却設備を持たない艦艇でも運用が可能である。単純な構造であり、テレビカメラや遠距離探知、後方システムも簡略化されているため、製造コストはジムの4分の1以下となっている。